はい、こんばんは。テジです。今日もね、スチームのゲームをやっていきます。で、本当はね、もっと早い時間にやるつもりだったのですが、今も11時半ですね。おかしいですね。やっていきましょうか。で、アーカイブをちょっと見直して、ペーパーズプリーズちょっと塔が大きいかなと思って、あとなんだっけ、ペーパーズプリーズとニーチェが音が大きいかなと思って、ペーパーズプリーズはちょっとね、メインの音量ミキさんの方で10下げました。まあ、オープニングと途中途中のちょっとしたアナウンスとか効果音しか音ないんですけどね、ペーパーズプリーズは。だからそんなに支障ないかなとは思うんですけど、また兄ちゃんもね、ちょっと時間を見ながらやるつもりではありますので、その時にまたちょっと音量設定しますので、教えていただけるとありがたいです。では今日も今夜もやっていきましょうか、ペーパーズプリーズ。スピーディーキャットさん、深夜にこんばんにゃ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。サイさん、こんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。よし、じゃあやっていこうか。マイク入ってますか？入ってる、入ってるっぽいですね。大丈夫かな。で、ストーリー、今16日、どっかで分岐とか出たりするらしいんですけど、下にこうやって増えてね、私はこの上をずっと行ってるみたいですね。まだまだあるのか、これ何日まであるんだろう。音声大丈夫です、 OK です、ありがとうございます。ではやっていきます。16日からですね。家族もね、減っちゃう場合があるんですよ。まだ4人ちゃんといます。やっていきましょう。今日もね、いい加減寒いから長袖のパーカーを出したんですよ。ちょっと袖がちょっと邪魔だな。イヤホンのコードに引っかかれそうだな。各省庁で人員奪い合い、有能な護衛士官の急行。1982年12月8日。鍵。鍵。ちょっと端っこいとこ。これ邪魔なんだ、これ。これ。すいません、ちょっと急に咳が出たのでマイク切りました一旦。こんばんは JP さん、どうもいらっしゃいませ、こんばんは、ありがとうございます。今ちょうどね、ゲームが始まったところです。外部警備のため分隊を派遣した、うん、今後侵入者を抑制する責務を与える。警報作動時には支給されたキーで麻酔銃を解除せよ。どっかに出るんだね。侵入者を妨害すると手当が支給される。命中しなかった場合は少額の手当となる。武器使用規定、事項に記載された手順を参照すること。はい、警報が鳴ったら鍵穴が出てくるんだね、どっかに。ハンコだもんね。で、鍵で開けて銃を取って狙って撃つ。まあクリックでしょうね、ただのね。こんばんは、ブルーフィッシュさん、どうもいらっしゃいませ、こんばんは。待って、指名手配もいる。はい、
けちょっと見える位置に置いとかないと心配だね。で、規定は別に増えてないかな、こっちは。うん。調査切り替えスペースね。はい。ここら辺も別に増えてはいないですね。いつもこれがね、分かんなくなっちゃうんだよね。右側がちっちゃい方だけですね。右側がちっちゃい方で、文字が入ってないのは四角、塗りつぶされた四角だけが文字入ってない。他は全部入ってる。で、丸は色が反転もある。 MOL、こっちは丸だけですね、文字。四角は文字はない。で、右からの斜線だけ。これを覚えられるんですけどね。MOA ね、こっちは。労働が MOL。うん。覚えられそうにはないけどね。こんばんは、直輔さん、どうも。いらっしゃいませ。それでは、やっていきましょう。いつ警報鳴るのが怖いな。おう、警備さん。8人。イエーイ。あら。あ、はいはい、そういうことね。はい。はい、おはようございます。いらっしゃいませ。労働ね。労働で、これどこだっけ？90日。インポール90日。はいはん。日付大丈夫。これある。3ヶ月日付大丈夫。ロード。ピッピッ。違う。OK ね。で、日付大丈夫でしょ？違うよ。ね、大丈夫。ストレートヘアではないです。1回58182、大丈夫ですね。怖いぞ。よっ、はい、次のパターン。観光、違う、リパブリアだっけ。観光で、なんだっけ、観光30日、女性レズラナディ、日付大丈夫。これあるね。観光30日、日付大丈夫。違うよ。おっと、何か持ち込んでますね。多分何か持ち込んでますね、この人。太っただけ？太っただけならいいのかな。いいのか、じゃあ。はい。はい。心配、大丈夫かな。これ忘れてた、私。ね、ダメなんです、ダメなんです。間違えたよ。ダメなんです。うちにもね、
家族がいるんです。あ、これ返すべきだった。笑っちゃった。観光2ヶ月、男？助け大丈夫。フロリアンある。観光2ヶ月、日付大丈夫。男ですね。ごめんなさいね。メガネあり、95キロ、170で大丈夫ですね。はい。いってらっしゃい。ああ。男、オーベクボノを、日付大丈夫。あ、ここに置かないで。なんだっけ？これか。これと、大丈夫ですね。はい。はい、いってらっしゃい。お帰りなさいか。はい、次の方。仕事、エブリスタン、ん？乗り継ぎってこれ？乗り継ぎでこれでいいの？いいの？こっちか。仕事なのね。スカール女性、日付大丈夫、紛らわしいな。12週間、いいんだね。これは1で、ここ大丈夫。これ見づらいけど多分大丈夫かな。184はないよね、これね。184ないですね。違うんですかね。はい、高速です。いただきます。すいませんね、一日が終わったらコメント読みますね。はい、次の方。この顔は違う。仕事2ヶ月ね。これどこだっけ。あ、なになになに。麻酔用でいいんだよね。焦った。仕留めたね。焦った。暖房切ります。ごめんなさい、ちょっと咳出そうなんで切りますね。ついて病気だから薬と食料で暖房は抜く。で、今回あれだね。拘束したお金とエンジニアからのお金とで、返し忘れたお金で増えましたね。でかいね。で、家は上
はできないね。モアトモル、なんだ最近だぜ。モアトモル最近だぜ。あ、最初にお金持ってきてくれたやつかな。待ってました、こんばんは。カーミさん、どうもいらっしゃいませ。就労の方は見るところが多いですね。そうなんですよ、結構増えてきましたね。こんばんは、ソウヤさん、どうもいらっしゃいませ。お太りになられたね。体重がちょっと増えちゃうだけっていうこともあるんですね。武器を持ってるだけじゃなくてね。お金を返さないスタイルは忘れてました。完全に忘れてました。先に返してあげればよかったね。それはそれ、これはこれじゃないんですよ。返そうと、そう、返したかったけどね、忘れてました。エンジニアの人でしたね。エンジニア誘って入れなかったら笑う。まさかの人大丈夫でしたね。こんばんは、オムライスの旗さん、どうもいらっしゃいませ。さすが見逃さない手段。何でしたっけ、あ、指紋か。目的が違うってやつか。精密射撃パチパチ命中率いい射撃、ありがとうございます。あの、一瞬銃2つあったからどっちって思ったけど、鍵が金だったから多分金の方かなと思って、一発で当たってよかった。賄賂が給料より高い今回だけですね。たまたま重なったからね。こんばんは、今夜もお邪魔いたします。はい、高速といういい声聞きに来ました。ありがとうございます。岡崎さん、いらっしゃいませ。さあ、やっていきますよ。引き続きブレスティンで事件、警備体制の甘さ露呈、さらなる侵害行為も予測。アンテグリア告発者が州連邦に拒否される。はい、9日です。誰か来た。あ、なんかいるぞ。よ、ニルスク。あ、新しい人か。セル読めなかった。邪魔なんだって、これこれ。女の人2人ですね。男の人1人。なんでこの人色違うんだろう。うん。で、特別増えた書類はない。上が麻酔で下が実弾ですね。拳銃、麻酔じゃなくて。じゃあやっていきましょうか。大丈夫？大丈夫ね。あれ、そつかね。オーベクボの女性、大丈夫ね。違う、データ一致、データ一致 OK ですね。はい、おかえりなさい。はい、次の方。あれ、邪魔なんだよね、この人ね。え、通せってこと？これ何？え、これ何？邪魔だよ、また。これ何？観光。3ヶ月。レズラナ D、男性。日付大丈夫。観光3ヶ月、日付大丈夫。これも大丈夫。
93キロ185。大丈夫ですね。入ってらっしゃい。うん、何？乗り継ぎ。乗り継ぎ14日。違いますね。はい。日付大丈夫。違いますね。はい。とにかく今回は真面目にやるの。これ何なんだろう。何に重ねるんだろう。おや？なかった。ん？あの、ないんです。あんのかい。違う。インポールでした。男、遠距、日付大丈夫。まあ、日付あるね。乗り継ぎ14日？乗り継ぎ、うん、14日。日付大丈夫。188180。これ何？ OK ですね。はい。はい。いってらっしゃい。はい、次の方。これ何？ん？ないっすね。で、これダメじゃないの？うん。だって外国の方は入国証明書でしょ？許可証か。違う？違うね、ごめんね。欧米空母の男性、日付大丈夫。また紛らわしいな。大丈夫ですね。あ、体重が違うよ。そんなこともあるのか。太っただけ。太っただけですね。はい。なんかいろんなパターン増えてきたぞ。もうわかんねえんだ、この写真と顔が合ってるか違うかが。あれー、ないっすよ。ないっすね。ダメですね、じゃあ。ダメです。はい、次の方。移住か。ここどこだっけ？違う。リパブリアか。覚えらんないな。レズラナディ、女性、日付大丈夫。うん、日付大丈夫。大丈夫ね。
163kg168? OK ですね。ほいほい。あ、ハンコ見てなかったけど大丈夫だったかな。パスポートないっすよ。ダメっすね。それはダメなんす。はい、次の方。仕事ね。仕事4週間。性丸めろ、男性、日付大丈夫。仕事4週間、日付大丈夫。これも大丈夫ね。仕事、日付大丈夫。これも大丈夫。単発87、あー帰っちゃう。170、大丈夫かな。これ見たよね。うん、大丈夫だったかしら。大丈夫でしたね。ヒュー、寒いだから食事抜く、暖房だけつける。タブキーでスタンプバー、タブ使いづらいからいいかな。東京のキャラクターは天に召される可能性高し。ああ、恐ろしいですね。今日もエジックかな、いらっしゃった。でも話よほど聞く気ないから、あれ読むのも時間かかるんですよね。整形なんですかね。整形のパターンもありますね。指紋が一致するってパターンもあります。ただ別人のものを使ってるっていう偽装もあります。元の顔やりましたね。ジャーナリストだから、ジャーナリストだから涙目ダメ。ジャーナリストでもルールに従っていただかないとちょっとダメですね。指名手配犯に似てる方が多い国、写真がなんか同じって判断されるものでも目視では同じに見えないから分かんないんですよね。お布団になられたパート2ね、物を持ってきているわけじゃなかったんですね。持ち込んでるわけじゃ。よく考えられたゲームだなね。細かいですよね。こういうのがスチームには結構ね、探せばゴロゴロあって、でも値段したって2000円とか、しなければ1000円以下とかで買えちゃったりするからね、すごいですよね。セールになるともう何百円ですからね。こんばんは、カムイさん。どうもいらっしゃいませ。こんばんは。寒いだけだから食事抜く、そう、食事か暖房かどっちかです。両方削っちゃうと両方今度一緒に支払わなくちゃならないから、お金の動きがなるべく少なくした方がいいんですよね。インポール不当な貿易規制に不満表明。輸入品に対するある一つかの関税は不公平。ある一つか、鉄壁の国境線、あ、鉄壁ですよ。国際情報組織、入国ビザの何これ、偏り、偽り、暴く。偏りではないよな、偽りなのかな。はい、12月10日です。一人だけ緑なのが嫌だよな。あ、歩いてきてたのは自分か。あ、審査手順に変更が生じた誰か、ジャーナリスト？拒否事項？拒否事由の押印が義務付けられる。新たなコンピュータシステムが導入された。矛盾を問いただすことで拒否事由スタンプを使用することができる。これじゃなくて、聞いて
違和感があったらそれが出るんだね。最初の審問より使用可能になる。拒否する際は入国拒否スタンプ及び拒否自由スタンプの双方を押印すること。矛盾が解決した場合、拒否自由スタンプが出ていても入国許可の押印が可能。はい、武器こっち上が麻酔ね。もうこれしかないんだから麻酔以外使わなくていいと思うんだよね今ね。指名手配犯、うっかり忘れそうなんですよね。特別増えてはないですね。じゃあ本日もやっていきましょうか。鉄壁の国境線、デジタル審査官、新聞で褒められる。また手順増やしていくスタイル、どんどん増えてきますよきっと。はい、おはようございます。いらっしゃいませ。友人に会う3ヶ月。コレチアフェドール情勢へ。日付は大丈夫、ハンコ大丈夫、観光3ヶ月だよね。3ヶ月、日付は大丈夫。データ1、データ1、 OK ですね。あ、 OK じゃないよ、 OK じゃないよ、ないよ、ダメですね。ここに押してこれ持つの、こういうこと、こういうこと、早く帰れ。はい、次の方。はい、乗り継ぎ、乗り継ぎ半月。分かりづらいな。男、これ偽造ですね。拘束です。偽造は拘束です。はい、次の方。違うね。観光？観光2ヶ月ね。これじゃあ男、西グレスティン、日付大丈夫。観光2ヶ月、日付大丈夫。これもある。また体重増えてますね。口ひげ180センチ。体重さえ大丈夫なら大丈夫ですね。あ、大丈夫ですね。許可だからいいんだよね、あれ、反抗さなくて。はい、はい、いってらっしゃい。違うね、どこだっけ。インポール乗り継ぎ2日、女性、ハイハン、日付大丈夫。乗り継ぎ2日、日付大丈夫。大丈夫、これも合ってる。66キロ、185、大きいね、ボブ。大丈夫ですね。はい、はい、いってらっしゃい。はい、次の方。お仕事ですね。
仕事で3ヶ月違うよね。グレートラピッド、グレートラピッド情勢へ、日付大丈夫 OK、 就労3ヶ月日付大丈夫。おや、指紋ください。大丈夫、ハンコも大丈夫。あ、データ1なのね。ハンコも大丈夫。これ L 見えないけど大丈夫かな。解決済みね。で、63キロ180ショートヘア OK ですね。物が多い、物が多い。返す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 、 OK なはず。はい、次の方大丈夫かしら。はい、乗り継ぎね。乗り継ぎ2日、男。うん、うるさいうるさい。シングルトン日付ハンコ合ってる。乗り継ぎ2日だよね。乗り継ぎ2日。それ聞いてらんないんだ。ごめんね。話聞いてらんないの。忙しいの今。生活かかってんの。80キロ180。180? どうしたらいいのこれ。視力良好って何？大丈夫かなじゃあ。大丈夫だな。視力良好って何？世間話したくなっちゃったんかな。仕事ね、コレチア。仕事2ヶ月、女性、ゆるこシティ、日付大丈夫。ハンコ大丈夫。ゆるこシティ2ヶ月って言ってた？ 2 ヶ月。日付大丈夫。OK。ハンコこれあるね。スポーツ選手。データ1。59キロ166。ショートヘアで OK ですね。はい、いってらっしゃい。はい、次の方。仕事ね。仕事。おっと、ちょっと待って。あ、なになに。はい、危ない。ヒュー、高級クレヨンセットを欲しがってる。普通のクレヨンセットにしてくれよ。お腹すいたの病気だから暖房を切る。で、息子への贈り物は買おう。これでいいか。お腹すいたと病気でしょ。ご飯と薬と贈り物でしょ。ここ改良してもな、タブ使わないかな。タブあった方がいいかな。タブやるか、お金あるし。帰れ。そう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 、文句言うんだったらね、早く帰ってくれ、次の人呼びたいんだからって思うんですけどね。暴言に思わず出てしまう暴言。ちょっとね、汚い言葉って言われたらね、帰れってなりますよね。みんな太りになられるパート3、武器持ち込みいないですね、なかなか。こんばんは、山本さん、どうもいらっしゃいませ。フィギュアいい、お魚さん、どうもいらっしゃいませ。こんばんは。指紋のところに別名まで書いてあるのが細かい。そう、別名がありますとかって言って別名なしで出てくる場合もありますからね。ごちゃごちゃ言ってる。そう、あれ見てらんないのよね。見た目で視力を判断できる眼力、さすが。
特徴になってないですよね、視力良好ってね。スポーツ選手で2ヶ月の就労ってレンタル移籍かしら。あーなるほどね。精密射撃一発外しましたけどね、月給の3分の2くらいの給料ね。日給かな、毎日のお給料だから。さばいた分だけお金もらえるから、35クレジットもらったんだけど、そのうちの25クレジットが半分以上が息子のクレヨン代に。息子はよく風邪ひく、多分暖房切っちゃうからだろうね、多分そのせいだと思います。日給か、そうです、日給です。でもまあ、もう前回もらった賄賂がでかかったんで多分大丈夫です。タブでスタンプ出てくるって言ってましたね。インポール貿易制裁を開始、アルトツカ輸入品を全面規制。はい、あ、今日中にいるよ。怖いな、なんで中にいんの、何、お邪魔だよ、こっちね。あ、倒せなかったからか。私が倒してなかったら危なかったのかもしれないですね。インポールはアルストツカからの輸入を全面規制した。貿易省の要望により、入管省はこの侵害行為に対して制裁を発動する。インポールからの入国者をすべて拒否。はい。インポールは拒否。ここに出てくるやつ押すんかな。インポール人は入国不可。インポールって、あ、これ四角いやつね、香水の瓶みたいなやつね。でこれね、タブ出てきた。 OK。 で他は別に増えてないですね。テジさんの精密射撃がなかったら天に見されるところだったかも。怖いですね。嫌ですね。彼だけ色が違うっていうのが本当嫌。一人目がインポールと見た。インポール来るかな。じゃあやっていきましょう。はい、おはようございます。いらっしゃいませ。お、インポールだ。あ、違う、インポールの人ダメなんすわ。はい、ごめんね、政治的な問題ですよ。はい、次の方。はい、アルストツカー、パラーディズナ、日付大丈夫、男性違くないっすか。すいません、指紋お願いします。データ1なんだ。じゃあこれは OK だね。はい、お帰りなさい。はい、次の方。大丈夫だね。女性、あら、そうですかね。大べくぼの、大べくぼの日付大丈夫、お名前。あ、体重とかみんな忘れた。ここの生年月日もあんのか、案外見てなかったな。はい、お帰りなさい。はい、次の方。
これどこだっけ、リパブリア、はい、乗り継ぎ2週間、ポスタン女性、日付大丈夫、乗り継ぎ2週間だよね、乗り継ぎ2週間、日付大丈夫、ハンコ大丈夫、77太り気味、178大丈夫ですね。私タブ使ってないな。はい、はい、いってらっしゃい。はい、次の方。あ、え、あ、悔しい、悔しい、男性、東グレスティン悔しい、悔しいよ。名前1、ここも1でしょ。82、186、なくねえか。あ、これ似てるって、あれないって。データ1、じゃあいいのか。いいんだよね、じゃあね。え、間違ったらやだな。大丈夫、大丈夫。乗り継ぎ数日ね。これ違う。ゆるこシティ、ゆるこシティ、男性、日付大丈夫でしょ。マークある。乗り継ぎ2日。数日。いいのね。日付大丈夫でしょ。あ、一回しくじったのがショックだ。78キロ、180よりない？いいのか。薄毛？あー、一回間違えたな、ショック。次の方。あれ、なんで来たの。男スカール、日付大丈夫、オッケーん？これわかんないけど、日付大丈夫でしょ。目的がわかんないけど。おい、なんだいこれは。検査ね。これはいいのか。これなんだ。どこだ。こっち。これか。おい、これなんだ。ダメだよ。ダメ。ダメです。もう、はい、次の方。観光ね、観光半月、違くない？指紋お願いします。ローンダーズ男性、日付大丈夫でしょ。データは一致なんだ。ハンコ大丈夫、半月、日付も大丈夫、
これか。74×174 あるの？薄毛？はい。じゃあ、OK です。はい。じゃあ、しゃい。はい、次の方。私、タブキー使えてないな。観光ね。女、シングルトン。なんだっけ、観光 ?3 ヶ月。観光3ヶ月、日付大丈夫じゃない。ダメなんです、その場合は。お返ししますね。はい。みやー、悔しい、一回間違えたの悔しい。職場に飾られる絵を息子が描いてくれた、ありがとう。いらっしゃいませ。一人目増えたことのチュートリアル説ありますね。前も指名手配犯すぐ来ましたもんね。今度こそ整形。またブツブツ言ってある。その話見てらんないんですよね。指名手配に似てる、似てても似て見えるような気がするけど違かったりするんですよね。お、珍しくまた偽おじさんみたいな人と思ったら本おじが次に来た来ちゃいましたね。おじさんね、持ってるよって言っちゃうしね。おじさん書類はダメダメだけど悪いことはしないと思ってたのに、しょうがないからお金になることするけど嘘はつけないって感じのおじさんですね。年月の残酷ですね。ハゲたとは言わない絶対。年月でね、体重も増えたりね、髪も後退したりしますからね。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。今日まで来れませんでしたとディスってくる。そっか、1日に10人前後なので。そうよね、それまでに並んでたって泊まり込みとかしなきゃ無理よね、きっとね。そうよね。あ、食料引かなくちゃ。いい声ですね。ありがとうございます。自分ではもうよくわかんないけどね。よし、じゃあやっていきましょうか。タブキーうまく使えないんだよな。お、インポール制裁処置解除。なぜ急に、何があったのか。インポール解除になったのかな。お、なんか来たよ。お偉いさんかな。ちょっと待って、これが邪魔。お偉いさんが来た。あ、ちゃ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 、お偉いさんが来た後にこれを飾ろう。お偉いさんだよね、多分ね。はい。はい、すいません。よし。何？いや、絶対覚えてらんないよ。なんか紙で置いてってよ。これ飾っちゃう。インポールは不当な規制を解除した。インポール人の入国を許可する。東グレスティン地区核の責任者が本日再び訪れる。シャーなんとかさんだった？わかんないんだけど。インポールなくなりましたね。4月じゃなくて、特別増えてないね。素敵な声だと思いますよ。ありがとうございます。政権解除の裏で大金が動いてる気がする。そうね、政治的にあれだとね。パパ剣と銃持ってるイメージなんだ。
ヒーローだからかな。パパ剣は使わないよ、麻酔銃は使うけど。それではやっていきましょうか。絶対シャーなんとかさん忘れるわ。はい、乗り継ぎ、乗り継ぎ14日、スカール男性、日付大丈夫、ハンコ大丈夫、乗り継ぎ14日大丈夫、日付大丈夫、 OK。 107キロ、186、薄毛、 OK ですね。タブキー使えてないんだよな。はい、いってらっしゃい。あ、何？うん、わかんない。何これ？これいらないよ。違うね。これはなんだっけ？これリパブリア？レズラナー D、男性、日付大丈夫。大丈夫だよね。マークある。なんだっけ？移住ね。過ぎてませんか？ダメなんですわ。それはダメなんですわ。はい、次の方。観光ね。観光で1年。ローンダーズ女性、日付大丈夫。あ？ん？ん？違いませんか？ 3 ヶ月ね。日付大丈夫でしょ？大丈夫ね。56キロ、166なのかい？で、日付大丈夫。多分 OK ですね。いいんだよね、訂正したからね。次の方大丈夫だね。またこれダメなんです。ダメなんですよ。もうルールに従ってって。だからもう、観光ですね。観光3ヶ月、女性、グレートラピット、グレートラピット、日付大丈夫。観光3ヶ月、日付大丈夫。おっと、指紋ください。体重、身長は大丈夫ね。 OK ですね。タブね、タブキー押せないんだよな。はいはい、次の方。OK かな。アルストツカ、女性、東グレスティン、日付切れてます。日付が切れてるからダメです。
はい、次の方。乗り継ぎね。乗り継ぎ2日。男性、アウターブラウス、日付大丈夫。乗り継ぎ2日、日付大丈夫。ここね。とここ。で、ハンコも大丈夫。日付大丈夫。92キロ183。大丈夫ですね。また。タブキーが使えない。はい、いってらっしゃい。次の方。はい、アルストツカ。男性グロリアン？グロリアン？お、高速です。偽装パスポートは高速ができる。はい、行ってください。はい、次の方。仕事ね。トゥルーグロリアン、し、ん？就労と乗り継ぎ？仕事しに来たのね。仕事で3ヶ月ね。紛らわしいです。トゥルーグロリアン、男性、日付大丈夫、ハンコある、大丈夫。オッケー。ハンコ多分あるよね。ちょ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 、オッケー。広い額、78、79、多分合ってるかな。あんたタブキーが使えないよ。はい、大丈夫だったかな。はい、次の方。観光半月違いませんか。指紋ください。あるのは結構合ってるでしょ。違いませんか。一致なんですかこれ。ハンコ合ってる。観光半月。日付大丈夫でしょ。番号を。名前。ああ、終わっちゃった。82、73、どうせなら全部調べよう。大丈夫ですね。グロリアンあったよね。グロリアン。はい、いってらっしゃい。まあ大丈夫だった、よかった。あれあれ、そういえばさ、ちょっと待ってね。お腹すきました、息子病気です、暖房を切ります。プレゼントしてくれるんで、お父さんを書く息子かわいいですね。こんばんは、万次郎さん、どうもいらっしゃいませ。そのシェシャシェなんとかさん来てなくない？今日来るって言ってなかったっけ。来てた？返しちゃったかな返しちゃったかな。1日に10人前後なので今日までいかやく言い直したら OK っていうのも、まあね、言葉では何とでも言えちゃうからな。間違えたからダメとか言えないしね。報道官だって、報道官なんだって報道官だってダメです。そしたらみんな報道官って取れちゃうからね。お疲れ様
様です。ルシーさんどうもいらっしゃいませ。こんばんは。先日の高速フィーバーに比べると高速が少なくなりましたね。ね、すぐ高速できた方が私としては嬉しかったんだけれども、こんばんは、初見です。高野さんですかね。どうもいらっしゃいませ。こんばんは。広い額、ハゲではない、額が広いだけ。額が広いだけで他は生えてるんでしょうからね。ちょっとこう干上がってる面積が広いだけですね。年月レベルでここまで変わるものなのだろうか。ナミスパチパチ、ミスったっちゃミスったかもしれないですね。シャーナントカさん今日来るって言ってたよね。シャーナントカさん、あの人はお偉いさんだから通さないとまずいかなってちょっと思ったんだけど、タブの位置が普通と違うのかな。多分タブキーを押し慣れてないんでしょうね、私がね。タブキー一応私のは日本語キーではないんですけど、左の上の方にあります。指名手配犯っぽかったけど大丈夫だったんですね。よかった。いました？なんかそれっぽいやつばっかりな気がしちゃって気になったのはチェックしてたつもりだったんですけど、あとは新聞に載るか。でも指名手配出てればミスったら罰が出ると思うんですよね、罰金が。シャナンとかさん来てなかったよな。名前も一応見てたんだけどいなかった気がするんですよね、シャナンとかさん。で、ご飯、お腹空いたからご飯と薬で大丈夫ですね。はい。おや、アンテグリア告発者アルストッツが受け入れ。これいた？この人通しちゃった？もしかして。12月13日もしかして通しちゃった？でもアルストッツ家が受け入れるよってこと？政治亡命に関する特別措置が制定された。亡命希望者は亡命認可証の提示が必要である。この認可証の所持を所持する者は入国許可証及び身分証明補足書の提示義務はない。パスポートと逃亡認可証があればいいってことね。なんでこの人だけ左に寄ってんだろう。今回全員女性ですね。一人目は亡命者と見た。さあどうでしょう。あ、まだまだ。亡命希望者は認可証が必要。で、こっちですね。これね。ハンコはあれだね。あれと一緒。これと一緒。入国許可証と一緒。丸の文字入れと四角の文字なし。丸の文字入れと四角の文字なしで右車線、右からの車線で MOA。 うん、一番目の女性、ひげが生えてるような、これほうれい線だと思います。多分ほうれい線。ではやっていきましょうか。はい、はい、おはようございます。お仕事ですね。お仕事6ヶ月。男性、ツンケイド、日付大丈夫。お仕事6ヶ月、日付大丈夫。ハンコも大丈夫。ハンコ大丈夫だよね。日付大丈夫。大丈夫だね。87186。ちょっと心配だからハンコだけ見とこう。あるよね。うん、大丈夫ですね。間違えた間違えた間違えた。大丈夫だよね。はい、いってらっしゃい。大丈夫かな。大丈夫だ。亡命ね、これどこだっけ。リパブリアじゃない。
アウターブラウス日付大丈夫。ちょっとおいて。女性ね。データ1、指紋は大丈夫。で、ハンコ大丈夫。ほくろみたいななくない？いいんだ。64キロ、168なのか？で、アンテグリアから来てる。大丈夫だね、多分。違ったらどうしよう。はい、次の方。違ったらどうしよう。観光2ヶ月ね。アンテグリアが覚えらんない。グロリアン男性、日付大丈夫。観光2ヶ月、日付大丈夫。ハンコ大丈夫。93キロ169ボブで、日付も大丈夫ですね。ほい、はい、いってらっしゃい。はい、次の方。赤いハンコ、うるさいうるさい。男性、グレイトラピット、日付大丈夫でしょ？ハンコ大丈夫、日付大丈夫、大丈夫。目的が確認しようがないんだけれども、この人普通に大丈夫なんじゃないの？なんかまずいとこあった？日付大丈夫でしょ？日付大丈夫でしょ？日付大丈夫でしょ？指名手配でもないし、普通に大丈夫なんじゃない？違うのかな？拒否した私。あれ？え、何？何だったの？ん？わからない。何だったの？パラディズナ女性。間違えたよ。63キロ、身長180。見た目ややこしいんだよな。大丈夫じゃない？はい、いってらっしゃい。はい、次の方。インポールじゃない。いらない。じゃあこうだ。ダメなんです。返すよ。返したいよ。返すよ。返すってば。返すよ。ほら、あ、拘束すればよかった。拘束すればよかった。うん。
仕事しに来た。仕事半年。違うよ。はいはん、男性、日付大丈夫。半年ね、仕事半年、日付大丈夫でしょ。で、ハンコも大丈夫。このハンコあったよね。日付大丈夫でしょ。大丈夫。日付大丈夫。モヒカン。174、106、うん、わかりづらい。大丈夫ですね。はい。はい。仕事ね。仕事90日、3ヶ月。何？何してんのこれ。おお。おお。おお。びっくりした。妹が逮捕された。妹の幼い娘は住む場所が必要だ。あー、これ規則書のショートカットは欲しいね。で、メイは引き取るしかないだろう。で、寒いから暖房をつけて食事は抜きます。1人目亡命者ではなかった。亡命者は2人目だった。毎日食事と暖房を節約する国ですが、いい国ですよ。またブツブツ言ってはる。ブツブツ言われても読めないんですよね。なんだ、家許可したはず。許可したんですよね。アルストツカでの仕事の契約を入国拒否されたことを理由に破棄したかったみたい。ああ、そういうことか。なるほどね。間違えて私赤い反抗しちゃったかと思った。ブツブツ言っても渡してくる。いらないっつうのだからね。おばちゃまくんが来た。けど普通に入国拒否されちゃったから、また拒否されに来るかもしれないですね。迷惑だ。設定が細かいね。いや、難しいけど、でもやっぱ楽しいですね。ナイス狙撃かな。さすがスナイパーでした。やばい、爆発した。麻酔銃で撃ったんだけど、バイクだったから爆発しちゃったね。でもあれ倒さないと他の護衛の人撃たれちゃうだろうからね。やるしかねえっすね。あれはね、いやでも高速で貯めたお金が結構いい感じですね。じゃあ行きましょうか、次も。これは短編映画も、短編映画もできるのもうなずける。映画できたんですかこれ。アンテクリエコカッチャ、入国直後に失踪。グレスティン検問所、バイク襲撃、グレスティンに集う過激派か。亡命者入れちゃダメだったのかな。大丈夫かい君。これ邪魔だっつの。これ大丈夫だった。事件多いね。そっか、もっとひどいんだね周りはね。うん、頑張ろう。よろしくね。指名手配犯、男性2人と女性1人ですね。あ、キーじゃなくてこれで開けとか。楽だね。楽だね。いいね、これ。
シャアなんとかさんいらっしゃらない。やばい、見てない。名前見てなかった、シャアなんとかさん。短編映画が出てたはずですよ。そうなんだ。本当だ、YouTube に上がってる。知らなかった。11分ぐらい。日替わり指名手配犯。緑の人の今後のイベントに期待。まあ、若干他の方の実況で見たことがあるので、なんか何パターンあるかは知らないけど、若干知ってはいるんですけどね。はい、では今日もやっていきましょう。はい、おはようございます。ごめんね。これどこだっけ？フロリアン、女性、服大丈夫。1ね。ハンコ大丈夫。見た目大丈夫。63キロ、179。179。誕生日も大丈夫。アンテグリアだっけ？アンテグリアか。この人いいのか。大丈夫ね。はい。はい、次の方、大丈夫だったかな？大丈夫かな？犯行ね。犯行60日、男、コリスタシティ。日付大丈夫。犯行大丈夫。犯行2ヶ月ね。日付大丈夫。OK。93キロ、191。日付大丈夫だから大丈夫ですね。はい、次の方。返す？返すよ、ほら。パラディズナ、男性、日付も大丈夫。返すよ。返す返す。88。壊してないよ。ずっと邪魔だったんだもん。やっと邪魔なのなくなってよかったよ。乗り継ぎね。乗り継ぎ2日。これどこだっけ？アンテグリア。アウターグラス、男性、日付大丈夫。乗り継ぎ2日。日付大丈夫。ハンコ大丈夫。88キロ、188。ボサボサ頭。日付も大丈夫だね。はい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 、次の方。わからん。似てるようにも見える。コレチア観光。半月？ゆるこしてゆるこして男性、日付大丈夫。ハンコ大丈夫。観光。半月大丈夫ね。日付大丈夫ね。ちゃうよ。OK。おっと。おっと。日付大丈夫だね。大丈夫。大丈夫。持ち込みがなければ大丈夫かなとは。ありますね。これダメなんですわ。はい、高速です。いただきます。
次の方。おう、久しぶり。スカール男性、日付大丈夫ね。ここ確認しようないんだよね。日付大丈夫でしょ。でハンコ大丈夫。これなんだい。なんなんだい、また。おいちゃん、おいちゃん、何回やるんだい。ダメだよ、ダメだよ、おじちゃん。まったく。はい、次の方。パスポートなしでいいの？これは合ってて、ご本人はご本人みたいだけど。パスポートないとダメだよね。はい、はい、次の方。みんなこう似て見えんだよな。ある一つかね。オーベクボの男性ね。お名前、地域、おっと、偽装ですかね。遅くです。いただきまーす。はい、次の方。みんな確認したくなっちゃうんだよな。乗り継ぎ。乗り継ぎ2日。ツンケイド、日付大丈夫、男性ね。乗り継ぎ2日、日付大丈夫。ハンコ大丈夫。82キロ、168、富士美体大丈夫ですね。はい、はい、次の方。違うね。女性、オーベクボーの日付大丈夫。違うよ、ゆっくりやろう。じゃあ体重が違うんですよね。さあ、何か持ち込みになられてはいらっしゃらないでしょうか。持ってらっしゃいますね。見えてますよ。高速です。いただきます。OK ですね。息子が病気なのとお腹空いている。だから暖房は切る。高速手当て。メイは母親の貯金持ってきた。すごいな、もう増えたね。100、ごめんなさい、喉鳴っちゃった。100
100あれば残れば転居してもいいんじゃないか。ごめんなさい、ギュギュなっちゃったの。住居費が30、暖房10でも転居しても住居費が5増えるだけ。それともちょっと寒さに強くなったりするのかな。もうお金余裕あるから一回やってみるか。これ貯金でテナントいらない返す返す。そう、あれ地面に邪魔だったの間違えて持っちゃうの。やっと邪魔物がなくなった。邪魔だった。本当に指名手配犯に似てるように見える。そう、みんな見えるの。お太りになられてない。今回は持ち込み多かったですね。これちゃんの印、すごくユニオンジャックにやりますよね。あー、これちゃんはなんかアスタリスクみたいなマークでしたね。いただきます。そう、高速いただきます。今度こそおじさん太っただけではなかった。隠し場所は同じじゃん。懲りないです。ナミちゃんはね、バレてもごまかして逃走って思ってんだもんね。他の人は今日まで来れませんでしたとか言ってるのに、このおじちゃんは定期的に来れるなぞ。おじちゃんきっと暇なんじゃないですか。暇で並んでんじゃないのかな。高速です。いただきますが本当にいい声ありがとうございます。外国なのに不死身たいってちょっと思いましたけどね。私もね、日本語訳になってますからね。背中に爆弾。危ないよね。ノミス新作館なんとか大丈夫でしたね。今日もシャーなんとかさんは来なかったですね。シャーなんとかさん、また忘れてました。完全に忘れてた。来ないのかな。それともどっかでも逃しちゃってるのかな。こんにちは、ねんのさん、どうもいらっしゃいませ。妹の貯金で転居。まあ、めいっ子さんね、引き取るからね、それくらいはしてもいいのではっていう。次1日やったらもう1時間半ぐらいになるんで、ゲーム変えましょうか。じゃあ行きますか。ポリオウイルス、合併連邦で再流行、隔離またはそれ以上の対策必要か。合衆連邦の人入れちゃダメとかってなるのかな。じゃあ赤い人がいるよ。あれ、シャーなんとかさんかな。でもあの位置からじゃ来れないよな。あ、増えてはない。増えてはないね。シャーなんとかさん通そうと思ったけど、通さなくてもいいかな。罰金だって取られちゃうもんね。ここに、入れちゃダメっていうのはないね。じゃあまあやっていきますか。一度始まると一人一人の名前は見えないですよね。そう、なんだっけ、スキャンかけちゃうからね。ワクチン接種証みたいなものが増えたり嫌だな。じゃあやっていきます。あの赤いこれ何なんだろう、これ。乗り継ぎ通貨ね。乗り継ぎ2日。違うよね。アウターグラウス、男性、日付、ギリ大丈夫。ギリじゃない、来年だ、大丈夫だ。乗り継ぎ2日、大丈夫。ハンコもある。79キロ。91はないね。そんなちっちゃくなるかい？もう大丈夫だね。違いますね。はい、いただきます。
入ってね。はい、次の方。これは使わないよ。これは使わない。いないね。アルストツかパラディズナ男性日付大丈夫。オッケーね。体重105キロ。身長が違くないですか？指紋いただきますよ。違うんだね。はい、高速です。もうあのマントの人はね、従う気がないので読まないです。従うパターンでやりたくなったらちゃんと読みます。時間かけてね。違うね。アルストツかオーベクボの男性日付大丈夫。体重大丈夫、身長も大丈夫かな。大丈夫ですね。はい。はい、次の方。違うよね。女性、オーベクボの日付大丈夫。も大丈夫。体重大丈夫。身長も大丈夫。生年月日もだ、月日も大丈夫。大丈夫ですね。はい。はい、次の方。いないよね。4週間、観光4週間ね。わかんねえ、わかんねえ。ユルコシティ、女性、日付大丈夫。ん？何週間ね。日付大丈夫。ほっ、ほっ。おや？ハンコも大丈夫ね。はい。50キロ、172。日付は大丈夫。じゃあ大丈夫だね。違うよ。はい、いってらっしゃい。え？あ、別名なしになってたかもしかして。くーくー、ちゃんと見てなかった。レズラナディ女性。あー悔しい。もう一気に飛んじゃった今。ハンコがないんですわ。じゃあ間違えた。これか。ハンコがないんです。遅くです。やっちまった。悔しい。はい、次の方。違うよね。仕事3ヶ月、男、レズラの男。あ、なに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 。あ、びっくりした。でもどのうち暖房いるんじゃん。いい家っていうか階級上がる。何が変わるの？
金払うお金増えるだけじゃない？長官の知り合いだし書類不備なんてないない。多分当接点だからあるんでしょうね。不穏なこと言ってる？そんなに縮めかない縮まないですね。わかんない。帰れ帰れ。返しちゃいます。説明なしやん。絶賛審査官珍しく言っちゃいましたね。指紋が合ってんなら合ってると思っちゃったけど違いましたね。間違えちゃった。その後崩れないのが絶賛審査官の安定性。これ立て続けになったらもうあれでしたよ。多分ダメでしたよ。もうダメだ、今日ダメだってなってましたね、多分ね。精密射撃、パチパチ、ありがとうございます。さらっと赤い人狙った。あれ、さっきの多分フードの人ってあの赤い人を撃てって言ったのかな。あれを銃で撃てって多分言ってたのかな。だから赤かったのかなと思ったんですけど、撃った方がいいのかなと思ったんだけど、逃げるしいいかと思って。拘束されて帰ってきました。こんばんは、風の子さん、どうもいらっしゃいませ。拘束されたんですね。で、出れてよかったですね。引き取ってもらったけど、暖房と食料が一日おき。まあ、行くとこないだろうからね、きっとね。ああ、そうなのかな。もしかすると、あの赤い人、ずっと若くて上の方にいるだけだったから、多分、あの赤い人を、あのどさくさに紛れて撃てっていうことなんじゃないんかなって思ったんですけど、多分ね、わかんないですけどね、ちゃんと読んでないから。眠るにしてもう1時間半ぐらいやってるのか。で、労働に出向くにして一旦外してメインメニュー、よし。ペーパーズプリーズは今日はこんな感じにしますかね。ずっとまっすぐですね。一番上のルートなのかな、ずっと真面目にやるっていうのが。これ全然ここがまだ3つ目ぐらいまでしか行ってない。こんなにあるの、これ何日続くのかな。赤い人がポリアの人なのかと。いや多分それはあのポリオだから、どこで流行ってるからこの国からは通すのとかっていう指示が出てからになるんだと思うんですよね、多分ね。次何やろうかな。今日3時ぐらいまではやれるかなって思うんですよね。次、パイプッシュパラダイスちょっとやるか。で、その後ニッチェやるかな。がいいかな。で、2時ぐらいまで。この後ちょっとね、ちょっとだけ休憩いただきたいので、半ぐらいまで行かなくてもそれ近くになっちゃうと思うんですけど、再開はね10分ぐらいかな。だから30分ぐらいプッシュパラダイス PPP をやって、その後1時間までできるか分かんないけど、ニーチェやろうかなというところで、ちょっとお手洗いとかね、飲み物補充に行ってまいりますので、皆さんもね、お手洗いとか飲み物飲んだりとかなさってください。はい、それではちょっとね行ってきます。